どうも、ブヒテンです。腰はだいぶいいです。よし、昨日の続きからこっち側のブラケットの、取り外しからですね、腰が痛いよ。でもまあちょっとやっていきましょう。先にバッテリー持ち上がるかな。ちょっとね、持ち上がるか、ちょっとやってみます。待ってね。あ、やっぱ無理だな。あ、無理だな、やっぱり。どうしても中腰で力が入らない。無理ですね。持ち上げられないや。ああ、無理だ。まだ無理です。僕の腰では。ああ、痛え。くそ。もう無理だった。ブラケット取ろう。で、こっちのエンジンのバラシはまだ途中で終わってるので、こっちも、うん、バラシの続きを、時間をちょっと見ながらやっていきましょう。もう先に取るか、フリジア。痛いよ。よし、いやー、痛い。もう痛いとね、笑いが出ちゃいますよ、ほんと。あ、ほんとね。じゃあ、人も飛びたくないね。次行くよ。これね、ウーパードリフ。ここはドリフ。
次はここ、これが一番時間かかります。ここね、取れました。ここのね、一箇所がね、よいしょ、ここのメンバーと共締めになってるんですよ。ほんで微妙なズレでちょっと引っかかっちゃってたね。でなんとか外せた。よし、はい、ゴミ、はい、ゴミ、はい、ゴミで、こっち側もちょっときれいにします。はい、汚れを落としました。よし、でちょっとお掃除して、よし、うん、お掃除して、よいしょ、あと取るとこはどこだ、これか、リア側はまだいっぱいありますね。やっぱここと、ここと、これと、これか、これ自体だな。うん、よし、でもこれまだ取んない方がいいかな。まあいいや、とにかくちょっとお掃除していきます。よし、これでこういう風に、よいしょ、つけれるってことになるですね。位置がもうちょっと前だ、この辺だな。ああ、よいしょ、まあ精度は悪いです精度はクソ悪いです。まあこれぐらいね、これぐらいだったらいい方ですよ。もっと向こうか、ここが頂点だよな、多分。フレーム自身ももうね、ちょっとよたくっちゃってるんでね。よいしょ、まあ、これをちょっとすり合わして、なるべくぴったしにしていく。で、歪んでるこういうところは分かるかな、歪んでんの分かりますよね、こう歪んでるんですよ。もうこれとかなんとか引っ叩いたりして直していくという感じですね。反対側どうかな。ああ、おお、いてててて、こんなんでさえ重い。あ、いた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 、はあ、ちゃんとこういうところまで入ってるからすごいよね。ねえ、安いやつ買うとこれがやっぱり入ってないので、自分でここ作んなきゃなんないんですよ。ああ、もう、よいしょ、あ、こっちの方がいいか、正規の位置に合わせると。あ、こっちの方がいいな。お、国野郎、うん。で、これここ、こう当たったってんの分かります。ここできれば本当は中に入れてやりたいんですよね、本当は。ああ、まあそんなの大丈夫だよっていう人がいっぱいですけどね。ああ、こっちもこうよたくってますね、ここが。よいしょ、よいしょ、ほら、よたくってるでしょ。うん、どうしてもね、この字のフレームってこうなってんだよね。こうなってるっていうか、長年ね、経過しててね、ボコボコしちゃう、どうしても。よし、できればフレームの中へこいつを入れてやりたいんだよね。うん、あ、いいや、その辺も後で加工しよう、つけるときにね。ちょっとこっちも合わせてみましょうか。いて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 、ふう、うん、こんだけずれますね。中心に行きたいんです、中心に。この線がなぜかというと、このフレーム上から見ると分かるんですけど、ここビヨーンって出てるでしょ。ここをね、まっすぐに一回カットしなきゃなんないんですね。そうなんだ、シボレーのトラックってそうだよね。みんな、この前の56ちゃんも、あーっしゃ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 、もうね、カットしたんですよね。じゃないとこいつがつかないと。とりあえず位置をカットする寸法のところを出すか。
でフレームの色はこの辺が完成してから塗りゃいいんだけど、この線から下は黒く塗ってくれって言われたけど、ここはどうします？ねえ、ちょうどエンジンの分だけ塗れてないで、この線でブラックで塗るとするとここなんだよね。そうそう、ここ色入んねえんだよな見えないからいいだか。こうやって黒く塗るの変だもんね。どうするかね。まあそれは後で考えよう。よし、多分ここなんだよ。今のね、さて、それではフレームですね。ここから斜めにして、ここからまっすぐ線の外側で落としていきます。両方とも。よし、よし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 、今度は立て、まっすぐ。反対側もやります。よし、はい、成形していきます。ちょあれ、どこ行った？とりあえず溶接する箇所は全部引っぺがしましたね。下側も、下側にマスタング2と、ぐるぐる来て、上には、これブラケットを溶接するのでね。で、内側もよしよし。で、ちょっと一回お掃除して、今仮合わせまあこんな感じだね。やっぱりちょっと精度があれですね、微妙にこうね、やっぱり隙間がちょっと空く。まあちょうどいい位置で右左を合わせてやれば、このぐらいの隙間だったら大丈夫だろう。よしよしよし、よいしょ、動きもこっちだね、やっぱり。よし、これはまああとは溶接、ちょっと平行を見たいね。平行を見たい。うん。下。ああ、ちょっと待って。ちょっと腰痛いから。ああ。ちょっとね。やっぱコンピューターで測ったようにひたすらいかないんだろうね。よし。でもまあこんな感じ。で、これがこんな感じと。ここを合わせたいんですよ。ここをね、ど真ん中で。いいね、ちゃんと斜めに切ってあるんだもんね。楽でいいな、こりゃ。よし。よしよし。で、最初に開けたこのブレーキ。この穴はどうする？開けっぱでいいだか。痛い、はあ、
よしよし、いいじゃないね。もっとちょっと今からもう一回これ全部どかして、中に錆止めを塗って、で明日溶接ですね。よいしょ。はい、フレームの中を塗っときました。これで袋になっても大丈夫。ただこう溶接するでしょう、うん、そうするとここは焼けちゃうんですよ、中側もね、うん、だけどフレームにいっぱい穴が開いてるのでシューってこうやれるよし、いてててててて、ちょっとノズルをね、あのプスって、あのシャーシブラックのやつに刺して、でシューってやりましょうか、溶接した後ね。よし、でちょっと乾くのを待ちましょう。綺麗になったね時間かかるだけあるよ。はい、よしよし、それでですね、ジンパチ T シャツ、話でもするかいバージョン M サイズを頼んだ方遅れてなかったんですよ。んで、まあ、ちょっと僕もいろいろあったんで、でですね、ハンドルネームランチョロ593 M サイズ2枚、ハンドルネーム梅干しの種丸ごとさん、これも M サイズ2枚で、ハンドルネーム、ゆういち飯塚さん、T シャツ M1 枚、今から発送しに行きます。大変お待たせしました。到着、もうしばらくお待ちください。